どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。本日は長距離選手ガチ 50m 対決ということでですね、長距離は僕以外にもう一人います。ではそのゲストをお呼びしましょう。長距離の方刻んでいこうぜ。ピー、何それ。黒い眼差し、これで画面の向こうのあなたはもう離れられません。はい、ということで屋敷さんに来ていただきました。よろしくお願いします。さばき方が武田に似てきた。ああ、ちょっと学んできました。はいってやるか、はいって何とかなるから。あ、そうですよね。はい、ということで本日はですね、長距離選手の僕と屋敷さん2人とも、はい、まあ一応中長距離選手なんですけれども、はい、じゃあ果たして 50m はどれぐらいで走れるのかっていうのをね、ちょっと気になったんですよ。はい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 。でやっぱりあの 50m ってなんかスポーツテストとかでやるじゃないですか。そうだね。で多分結構皆さん絶対1回やったことあると思うんですよ。でイメージしやすくて、はい、50とかはもう本気で測ったこととかってもうないですよね、最近は。これはね、結構ね、武田がまあ短距離だから、はい、短距離で、短距離企画で走ることが多々あるんだけど、はいはい、こうガチガチにスタブロ使って、はい、こう誰かとガチ対決っていうのを始めてます。そうですよね、はい。まあ長距離対決ということで、はい、意気込みとかは何かありますか。いや、あのね、俺ね、はい、長距離だけども、はい、結構速い方ではあると思う。あ、本当ですか。うん、でちなみになんですけど、50のそのベストみたいな覚えてます。6秒6か7ぐらいか、ね。まあ多分速いよ。そうですね、僕中距離スプリンターですもんね。いや、そうだよ、本当は。まあ、長距離の中ではスピードある方だと思った。なので今日スタブローガチガチに使って、はい、僕もちょっとこれは意地があるので、僕のチャンネルで載せるんで、はいはいはい、ちょっとそれを買って、はい、ただ俺とタムジョー、本当に短距離はもうこんなだよ。ほぼ一緒ですもんね。そう、だから今回の50もどっち勝つか分かんない。そうですよね、はい、はい、なので、まあ、それもしっかりやって測っていきたいと思います。はいはい、それでは早速やっていきまーす。そうあクラウチングスタートやりたいんですけども、はい、クラウチング構えまあ、はい、あの本当はいっぱいということがあるんだけど、はい、簡易的にあの分かりやすく、そう、分かりやすく、はい、言えますか。スタートでは、はい、よりあのハムストリングスを使って、はい、バーンと思いっきり出たいので、あ、はい、前足の膝が、はい、ここなんていうの、ここ肘か、肘に擦れるか擦れないぐらい、この起頭筋と、はい、地面が平行になる、ところで擦れるか擦れないかところを、はい、まず前足スタートします。これいかがでしょうか。こんな感じです。ここ平行で、もう肘もスレスレ、ちょっとすごいね。ゴー、オめっちゃ面白かった。めっちゃ接戦でしたね、うん、めちゃめちゃ接戦でした、はい、ただ思ったこと言っていいですか。はい、ブロックを使いこなすのは難しいですねその中でのタイムはどんな感じなのかと、ビデオ判定でしたからね。そうですよね、はい、じゃあ早速ちょっと発表していただいてもよろしいでしょうか。じゃあまず勝者の方を発表します。勝ったのはタムジョー。マジか、危ねえ。マジかよ。でも気になるのはタイムですよね。タイムですね。なんかちょっと目安いってきますか。中高生かな あの体力テストあるじゃないですか。で皆さん多分 50m 測ると思うんですけども、あれで10点満点は6秒6を切れば10点。どうですか、行きますか、行きますか。行ってほしいね。行ってほしいですね、これは。そうなんだ、10点は取りたいなやっぱあんだけ習ったんで。そうだね、取りたいです、ね、取りたいよな、それな、はい、じゃあまず、どうします、どっちから。あ、一応、ほぼほぼ着差ぐらいだったんで、まあ、一応タム城の
タイムだけ取ってあります。はい、わかりました。はい、じゃあタム上のタイム、はい、6秒97。リアクションしづらい感じがありますよね。相当、まあ、ちょっとね、合宿の最終日っていうので疲れもあったんかな。合宿は疲れもまあ、かもしれないですけど、なんかどうですか、この、めっちゃ元気なくなってんのかな。ねえ、みんな、あんなに盛り上がったのに接戦だみたいな。ねえ、いやでもこのタイムということは、ちょっと長距離選手にはあのスタブロがまだちょっとなんか使いこなすのむずいかなっていうのはありましたね。そうだね、周囲さんに教わりましたけども、もうちょっとやっぱり慣れないとこっちで走った方が速い説が出ますよね。やっぱりブロックを使うということはある程度筋力が必要なので、マイナスに働く可能性も全然あります。じゃ あのちょっとなんですけど、はい、こっちでやってみます。再戦、このままじゃ終われないと。やってみるか。このままじゃあれですよね。やってみよう。なんかちょっとさっきもブロックのせいみたいな感じで言っちゃってるわって、はい、なんか最初の2、3個とか、はい、確かに確かに。じゃあ長距離のフィールドやってみろよっていう人が多分いると思うんですよ。あ、なるほどね。面白い面白い面白い。なのでこっちでやってみます。やってみよう。じゃあもう一本行こう。もう一本スタンディングで、はい、スタンディングで、はい、ちょっと見ていきましょう。行きましょう。よっしゃ、再戦。はい、ということで結果が出たみたいです。いや、どっちですかこれ、どっちですか。お前ら仲いいの。いや、仲いいです。わかんない。これ本当わかんないですよね。いや、わからん。さっきよりわかんない。さっきよりわかんないですか。2回目勝者はよし。あーマジで気になるね。気になるのはタイムですよね。そうそう、さっきとどう比べたか。さっき、大体タム上が6秒97で、もしくさん、まあ、プラス入れて0、3から5ぐらい。タイム7秒21。めっちゃ遅いじゃないですか。そんなオチはね、俺らね、求めてない。あの、遅すぎ。え、やっぱ疲れるんだね。もう、そうっすね。あの、合宿最終日なんで、あの、美味しいもの食べて帰りましょう。帰りましょう。はい、ということで本日は 50m ガチ対決でした。皆さん見てくれてありがとうございます。次回もよろしく。バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。